こんにちは。今回マッチ Vlog でご紹介するのは多摩川が流れる多摩エリアです。ここ多摩エリアはサイクリストにはぴったりな場所なんです。早速走っていきましょう。あちらに見えるのがコレマサ橋です。多摩川に架かる橋の一つ、コレマサ橋にやってきました。コレマサ橋は全長400メートルの大きな橋です。続いてヒルクライムの入り口、紅葉台に向かいます。ここから先は UR が都や市などとともに開発した多摩ニュータウンエリアです。目の前に見えてきた大きな橋はクジラ橋です。ここクジラ橋はすべてが曲線でできた橋です。天気の良い日には遠く東方向に新宿のビル群や六本木ヒルズ、東京タワー、レインボーブリッジといった都心の風景を見渡すことができるんですよ。この後は本格的なヒルクライムとなるので、一旦こちらで休憩しましょう。ゼブラコーヒーはサイクリストの集うカフェなんです。美味しいコーヒーとクロワッサンをいただくことができます。この後は笠谷と親水公園を目指します。笠谷と親水公園へとつながる階段は竹林に面していて自然を感じることができます。笠谷と親水公園に到着しました。公園の上に架かる橋は笠谷と大橋です。それでは本日のメイン、多摩エリアのサイクリストの聖地である読売 V 通りに向かっていきます。読売 V 通りに到着しました。読売 V 通りの一番きついポイントに差し掛かってきました。もう少しでゴール、頑張ります。見晴らしのいい頂上に到着しました。頑張って漕いだ後の絶景は気持ちいいですね。今回はサイクリストにぴったりなコースをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ
訪れてみてくださいね。